1235年頃向かい弘法大師通が開かれた。数多くの奇跡を今に残しています。記念の礼拝堂では弘法大師通会が修行に使った日が1200年経っているのも目撃されています。この日は広島平和公園の平和の灯火の元になりました。また2日